ボックスウイルス化はウイルスの分類における一置化である。このトガに属するウイルスは、線状の日本ぐさり DNA をゲノムとして持つ DNA ウイルスであり、そのビリオンは220から450ナノメートル140から260ナノメートル140から260ナノメートルのレンガ状内視卵形でエンベロープを有する。 通常のエンベロープを持つウイルスとは異なり、エーテル体制のものも存在する。また、ウイルスの増殖は、他の DNA ウイルスと異なり、宿主細胞の細胞室内で行われる。感染経路としては軽軌道や接触によるものが多く、接触動物による機械的電波も起こりやすい。ボックスウイルス化による病気の特徴は、皮膚の発疹様反問である。 ポックスウイルス化のウイルスによる疾患としては天然痘が有名である。ポックスウイルスはレンガ型あるいは乱形をしたウイルスであるが全長が220から450ナノメートルもある大きな DNA ウイルスである。また通常の DNA ウイルスは感染細胞の酵素を借りて核内で増殖するがポックスウイルスは DNA 複製に必要な酵素のほとんどを自前で持っているため 細胞室内で増殖を行う。ありがとうございます。